連邦会議はかつて国民議会が本会議場として使っていた議場で行われる連邦会議とはオーストリア共和国の議会機関。日本語では連邦集会や連邦総会といった表現が当てられることもある。国民議会と連邦議会の議員で構成される。議長は国民議会と連邦議会のそれぞれの議長が交代で務める。連邦会議については オーストリア連邦憲法の第38条から第40条に根拠となる規定が設けられている。連邦会議には通常の立法権が与えられていないが、連邦大統領の職務に関わるような案件など、憲法の執行の上で特別な任務を行うことが予定されている。具体例を挙げると、連邦大統領の就任宣誓式や連邦大統領の罷免に関する国民投票の 実施を決議する。この他に、連邦会議は、連邦大統領に対する司法機関による捜査や、連邦憲法違反を理由とした、憲法裁判所への提訴について同意するかを決する。さらに連邦会議は宣戦布告を決議する機能が与えられている。ただ実際のところは、オーストリアの憲政市場で、連邦大統領就任宣誓式以外で、連邦会議の こういった権限が行使されたことはない。1920年に施行された連邦憲法では、連邦会議が連邦大統領を選出するということが起訴されていた。その後、1929年の憲法改正や連邦大統領の機能拡充といったことがなされたことを受けて、市民による連邦大統領選挙が実施されるようになり、連邦会議が 連邦大統領を選出していたのは1931年までで、その後は1945年に第二共和制初の連邦大統領を選出したのが最後であった。連邦会議は法令上区別されている国民議会と連邦議会の祝祭、追悼行事を共同で実施している。例えば、毎年5月5日のマウトハウゼン強制収容所解放記念日には、 暴力と人種差別の反対を訴える行事を実施したり、高い功績を残した政治家の首謀時には追悼行事を実施したりしている。このような行事を行う際には、普段は使われていない、現在は連邦会議の議場となっている国民議会の旧本会議場を使用する。ありがとうございます。